昨日土砂災害警戒情報が発表された白山市では林道の林道の路面が一部陥没するなどの被害がありました。県内は明日明け方にかけて土砂災害に注意が必要です。県内では昨日大雨となったところもあり、白山市と鈴鹿市に一時土砂災害警戒情報が出されました。白山市小造の一里の温泉スキー場近くの林道では。 路面が一部陥没したり土砂が流れ込んだりする被害が出ました市の職員が昨日の夕方に発見し現在も通行止めとなっています県内は大気の状態が不安定となっていて明日夕方までに降る雨の量は加賀で50ミリ、能登で40ミリと予想されていますこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあり金沢地方気象台は 明日,夕方にかけ明日明け方にかけて土砂災害に注意、警戒するよう呼びかけています。